クラフトマンチャンネルをご覧の皆様、準備後の小野岡純太です。私の動画のテーマは藍染めです。そして第5回目のテーマも身近にあるものを染めるです。今回はどのようなものを染めるのでしょうか。それでは早速始めてみましょう。このうちわを染めていこうと思うんですけれども、これの気をつける点は紙ですので、あんまりその振りすぎちゃったりすると糊が取れてボロボロになっちゃうので、その壊れるっていうことだけをちょっと心配して染めていこうと思います。相当ですね。そうですね、あんまりバチャンって入れると、あの金魚すくいなのっぽいみたいななっちゃうので、なっちゃいますからね。はい、最初は肝心なんですよ。やっぱり最初ちゃんとつけてあげないとムラになりやすいので。これも何回かやるんですか？これも2回ぐらいちょっとやろうかなと思ってます。ちょっと上げていきます。おお、こんな感じで。ああ、なんか、あ、しかも中に液が入ってますね。そうなんですよ、染み込んでっちゃって。だからこう貼り合わせてるから、でも意外にそんなに破れないもんなんですね。紙ってなんか意外にそうなんだと思うんですけど、一瞬でなんかある一定のゾーンまで行くとすぐ破れちゃったりするんで、まああとラスト1回ぐらい染めたいと思いますので、またこれも参加させていきたいと思います。続いてはこちらの扇子を染めていこうと思うんですけれども、ちょっと最初から分解しちゃって染めやすくしていますね。うちわと、まあ、どんな違いがあるのかっていうのを染めてちょっと見比べできたらなって思いますので、これから染めていきたいと思います。染めづらそうですね。そうですね。まあ紙って言ってもまたやっぱりちょっとずつ材質というか、そうですね、違いますもんね。さっきのやつと内側よりなんとなく脆そうな気がします。そうです、ちょっと早めに今上げてみます。上げましょう。よっと、うわ、すごい。いや、もう限界ですね。これはどうですか、何回かつけるんですか。ちょっとまあやってもいいんですけど、ちょっと破けそうですよね。覚悟でやります。いや、やめときましょうか。やめときましょうか。次は足袋を染めていこうと思うんですけれども、まあちょっとこの縛ってる風景は割愛させていただいて、もうこの状態から染めていこうと思います。なんで縛ってるんですか？これちょっと柄をつけたくてですね。まあちょっと染めてから開いた後を皆様にお見せして、こんな感じになったんだっていうのをちょっと見せていこうと思うので、染めさせていただきたいと思います。よいしょ。どんな感じになるんですかね、ちょっと楽しみですね。そうですね、まあ僕はちょっと一回これやったことがあるので、もう結果はほぼほぼ、まあ、失敗しなければ分かってるので、じゃあちょっと出していこうと思います。よいしょ。うっすらとまた黄色いところが見えてるんですけど、この黄緑がね、ちょっとたまらないんですよね。ツボっすか。今回、染めたうちわなんですけれども、まあこれもこんな感じになりました。ちょっとあの破れることが懸念されてたので、割と早い段階に上げちゃったので、まあ、薄いかなと思うんですけど、髪のモヤモヤっとしてる感じが、まあ、うまい具合に柄として出てくれてるので、なんか面白いかなって。いいムラ感ですね。それもそうなんですよね。上が濃くて下が薄い。そうですね、感じですよね。まあ、材質が違うのか、これもなんか面白い感じにはあったかなって。続いてが、扇子ですね。こちらなんですけど、これもなんかすごいいい感じですね。なんか綺麗なムラですね。これな
なちょっと金属メタリックチックというか、こう濃淡があるおかげでちょっと滑らかな感じですごい面白いんですけれども、やっぱりちょっと洗う時にヘマしまして、ここが破れてしまったので、次もしやるってなったらそれをちょっとカバーリングしながらやろうとは思ってるんですけど、紙ですからね。そうなんですね、水に弱いんで。最後なんですけど、これあれですね、待望の吉田さんの旅なんですけれども、どうですか？いや、すごいですね。なんかちょうどいい感じに上の方がそのムラがあって、はい、そのなんか横のサイドの濃い紫は何なんですかね？これは、はい、何ですかね、シューズの裂け目がこうパカッてしにくいように多分のり付けとかしてるんですけど、結構樹脂系とかって色がのりやすいんですよ。この濃くなりやすかったりするので。え、裏ってどうなってるんですか？裏はね、裏というか、こんな感じ。まあ、これなんで白いのっていうと、まあ、こうやって絞って縛ってあったんで、ここに当たらないところが白くなってるって感じですね。なので内側に藍染めの液が入ってないので、基本的にはそんなに青くないので、まあそんなに足が真っ青になるかなっていう心配も少ないと思うんですけれども、まあ、ちょっと気をつけて入っていただければと思います。今回のテーマいかがだったでしょうか？面白いと思ったらぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回もご期待ください。